こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はトヨタ CHR をご紹介したいと思います。いやー、この車ね、ほら、新しくプリウスから出てきた、プラットフォームありますよね、PMGA、あちらをベースとして使って非常にスタイリッシュに仕上げたクロスオーバー SUV なんですけれども、どうやら走りの方もですね、非常に主査がこだわって作ったということなので、そちらも楽しみですね。かっこよくて走りがいい、どんなもんだか試してみたいと思います。いや、後ろのデザインすごいですね。こんなに複雑な造形してるんだ。なんかちょっとね、昔でいうところのガンダムチックな感じしますけれども、でもかっこいいですね。こうやって切ると、結構すごいいい感じよ。さらにこのドアノブ、ここですよ、ここすごいとこつけましたよね。もうちょっとこの辺ですよね、みんなね。あ、でもね、意外と、あ、リアシートも、あ、後ろから見るとこの前の天井のところもこんなね、デザインになってるんですね。へえ、やっぱ結構本当にデザインにこだわって作ったんだな。で、座った感じもね、意外と広い、そんな狭くない。おー、まあまあっていう感じかな、ここは。うん、まあでもこれ倒せば結構詰めそうだし、まあデザインコンシャスな、まあこういったクロスオーバー SUV だったら、まあまあこれぐらいでいいのかなっていう感じもしますけどね。でもやっぱりね、本当にここまで思い切ったデザイン、最近のトヨタはなかなかやりますね。こちらの CHR はですね、1.2 リッターのガソリンモデルです。いやー、1.2 リッターとは思えないぐらいとっても軽快で、ちょっとびっくりしちゃってるんですけど、いやね、いや、そうは言ってもボディサイズね、Cセグメントなんですよ。なんですけどね、いやいや、本当にね、スーって軽く走っちゃう。今なんか上り坂なんですけど、もうね、これアクセル全然床まで踏んでないんですよ。ちょっと乗っけてるぐらいでグイグイグイって走るんですよね。そして気持ちいいのはこのハンドリング。ちょっとね、ステアフィールは若干軽めかなとは思うんですけれども、やっぱり走りにこだわったっていうだけあって、ラインのトレース性がめちゃめちゃ高いんですよ。で、ここね、やっぱりこう路面がいいので、乗り心地的には一般道出てからどう勝負かなっていう感じはしないでもないんですが、ここで乗る分にはほんと気持ちいい。ちょっとびっくりしちゃった。で、もう一台ね、ハイブリッドモデルもあるんですけれども、まあ、ついでにそのお話もちょっとしておきますとですね、あちらはあちらでやっぱりこうハイブリッドだなっていう感じで、それをまあエコだけじゃなくてパワー方向にもね、使ってるところがなかなかスポーツカーですよ、スポーティーなコンパクトクロスオーバーですよって言ってるだけのことはあるのかなと思うんですが、やっぱりこのガソリンモデルと比べると、ステアフィールとかね、ブレーキフィールとか、やっぱちょっと若干ハイブリッド風な、ハイブリッドチックなところが残っているので、まあ、それがあんまり好きじゃないっていう方はね、逆にこのガソリンモデルの方が気持ちよく走れる、そんな印象がいたしました。いや、今日はですね、テストコースでの試乗でしたけれども、この CHR の走りの実力の高さ、しっかりね、感じられたなっていう、そんな一日でございました。でもね、やっぱりこう、かっこよくて走りもいいって車の本当に基本的な大事なポイントですよね。この2つを兼ね備えた車が出てきた、さらに今人気のクロスオーバー SUV というカテゴリーでということで、いやー、これはね、大ヒット間違いなしじゃないですか。私も一般行動でもう一回ですね、じっくり改めて乗ってまたお伝えしたいと思います。